ちは、イーゼル芸術コーナーの山下平です。さくらです。さくさんです。もちゃです。りんちゃんです。まちゃです。とみです。みちゃです。ゆりです。さあ本日はですね、皆さんにぜひ知ってもらいたいサービスがあって動画を撮ってるわけでございますけども、はいはい、スタンピット、うん、おまあ、以前ですね、あゆむちゃんは西本さんと一緒に、まあ、動画作らせていただいたんで知ってるかと思うんですけども、こちらはですね、いつでも誰でもおすすめのスポットや行きたいスポットをまとめてスタンプラリーが作れる、そんなですね、サービスでございます。例えば、まあ、自分がこう紹介したいところとかおすすめのデートコースなんかをね、こうまとめてスタンプラリーにしてみんなに会ってもらえると、まあ、逆にいろんな人の作ったスタンプラリーが見れるので、ちょっと面白そうなスタンプラリーを見つけて参加することももちろんできます、じゃあ早速見てみましょう。こちらスタンピットで検索してください。このような画面が出てきます。一人暮らしおすすめスポットとかね、大阪無料スポーツ運動がしたくなる広くて綺麗な公園。一人暮らしおすすめスポット気になるからちょっと一回ポチッとなしてみよう。その D さんが作られたもので、大学生おすすめですね。下にスポットがいろいろあると思います。何大阪さん、ご飯屋さんってこと？三飯屋。コメントで10時半から半額になりますよ。あ、なるほど、なるほど。カツ屋カツ丼500円と、まあこれ多分お安い、まあ、ちょっと一人暮らしのね見方となるようなスポットを多分まとめられてはるんでしょう。違う他のやつ見ていいですか？ちょっとだけ。YouTuber のようなし、タロアゲアゲさんが上げてはるやつですね。タロアゲアゲさん、あ、すごい上げてる。代々木公園。高確率なカメラ持ってる人は YouTuber。 おもろ。まあ、このようにですね、いくつか作ってみました。例えばあのね、通天閣の中を巡ろうコースということで、まあ、ちょっと通天閣の中の、まあ、鉄板のコースをまとめたものでありますとかね、まあ、ちょっと押してみましょうか。ね、まずは展望台と、はい、喫茶通天閣、そして、はい、皆さんがね、あのいつも、はい、イベントされておりますスタジオ通天という、東京にも拠点があるということで、東小金井の素敵な街並みを眺めようコース、こんなも作ってみました。さあ、そして本日ですね、皆さんに実際に回っていただくのはこちら、新世界アイドルおすすめコース。事前にね、おすすめのところをちょっとお聞きしまして、シートを作りました。ちょっと見てみましょう。ラジウム温泉、そしてヤッコ串カツ屋さんですね、そしてジャンジャン横丁、この3つ、地点登録しています。さあ、それでは早速行ってみましょう。はい、やってきました、ラジウム温泉。ここはどういうスポットなんでしょうか？はい、こちらはですね、昔ながらの銭湯が味わえる、はい、素晴らしい銭湯です。はい、入ったらほかほかポカポカ温まります。はい、キリンの彫刻もあります。なるほど、はい、さあ、それではですね、早速スタンプを押してみましょう。はい、あ、写真撮れるんですかね。写真撮ってスタンプも自分で作るんですかね。じゃあ写真撮りますね。はいはい、はい、こんな感じでですね、スタンプができました。え、なに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 、デコられました。はあ、はい、あ、行けましたね。それでは次のスポットに行きましょう。はい、さあ、そしてやってきました串カツのやっこなんですけども、今はですね、残念ながら閉まっております。まあ、でもここはどういったお店なんでしょうか？はい、ここはですね、店主の方が目の前で串カツを揚げてくれて、熱々でめちゃくちゃ美味しいんです。で、ソースがすごいサラッとしてて、もう何本でも食べれます。でも、店主は店主です。皆さんもぜひ新世界来た際はぜひ立ち寄ってみてください。さあ、それではこのスポットもスタンプ押しちゃいましょう。はい、もう一度 OK。 あ、なんか可愛いフレームが、あ、いけた、あ、いけました。はい、それでは皆さんご一緒に、3、はい、人付けしないで。さあ、そしてやってきました、こちらはジャンジャン横丁。この中にもですね、串カツ屋さんはもちろん、飲み屋さんでありますとか、麻雀や将棋クラブもあったりですね、いろいろ遊べる場所になっております。ちょっともう撤去されちゃったんですけども、前はですね、こう愛を誓う南京錠があったり、愛のスポットでもあったんですよ。
さあスポットを押そうとしたんですけども、はい、反対側の出入り口でしたね。ちょっとこうスポットから離れているとこうスタンプが押せなくなっているという、まあ、実際に行かないといけないそんなことでございますね。じゃあちょっと歩きましょうか。はい、はい、さあジャンジャン横丁を歩いてきました、はい、ここら辺まで来るとですね、なんとスタンプが押せそうですよ、はい、おー、 すごい、あ、なんか選べるんですね。ほんまや、おー、かわいい、あ、オーバーちゃんとスリーポイントみたいよね。あ、すごい、かわいい、かわいい、いい感じですね、はい、押せました。これでスタンプコンプリートです。ということでですね、スタンピットで遊んでみたんですけども、どうだったでしょうか、くーちゃん。面白かったです。場所に生きがいがある、そう、って思いました。なるほど、はい、まあ、先ほど見ていただいた通り、いろんなスタンプがあるので、ちょっと気になったものはぜひ回ってみるのも楽しいと思います。僕たちのスタンプはですね、イーゼル芸術工房で検索すると出てきますので、ぜひやってみてください、はい、それではまた、ありがとうございます。